ニュースポストセブンです。アニメ業界では知らない人はいない有名作曲家でした。10代女性にわいせつ行為をしようとしたとして逮捕された作曲家田中秀和容疑者。田中容疑者の知人の作曲家によると、女性アイドルの楽曲を作ることに定評があり、楽曲依頼は1年以上待つ必要がある売れっ子作曲家です。昨年独立したのですが、羽振りもよく1曲で500万稼いだなんて言うほどでしたとのこと。アイドルマスター、シンデレラガールズ、アイカツといった作品に多くの楽曲を提供していました。